2アウト2塁に変わって大引きです。まあ、ひとまず一番、まあ、警戒をした陽大館は今日2打席抑えました。まあ、ここで気持ちをねふっと抜かないことですよね。まだまだね得点圏にランナー進んでますんで、まあ、ここもねしっかりとした低めコースのコントロールって意識してほしいですよね。左右間、さあ三塁回った、バックホーム取れる、中村晃からホームイン、ランナー一気二塁へ向かったが二塁もセーフだ。大引きのタイムリーヒット。ボールも最後はちょっとそれてしまいました。さらに打ったバッターの大引きも一気二塁へ向かいました。最後ちょっと顔を打ってしまった本田。